はい、では、お座ります。肩を体の中心前後に並べてお座りください。吸った背骨を伸ばしていきましょう。左右の尻に均等に体重を乗せます。では両手を胸の前合わせていきましょう。今から朝のオンラインヨガ30分のクラスを始めていきます。よろしくお願いします。はい、上体を起こしましょう。手を下に下ろします。少し目を閉じていきます。まず全身の力を抜いてリラックスしていきましょう。ゆっくりと鼻から吸って、鼻から吐く呼吸意識を置いていきます。胸周り、肩周り、柔らかく保ちます。呼吸は細く、長い呼吸です。ゆっくり丁寧に繰り返していきましょう。完全に息を吸い切ってから、完全に息を吐き出していきます。足の隅々まで呼吸を巡らせていきましょう。全体を見ながら部分にも意識を置いていきます。重心が前の方、なりやすい方は少し後ろの方に重心を置こうとしてみてください。胸の前の力が抜けていきます。顎の付け根も緩めていきましょう。内側の緊張している部分があれば、その力を抜いていきます。じゃあ両手を胸の前で合わせてください。親指、胸の中心部です。胸の奥に向かって深く呼吸を巡らせましょう。はい、ゆっくりと目を開けてください。両手を下に下ろしていきます。では呼吸法です。左手親指人差し指を結び、残りの3本の指伸ばしてください。右手人差し指、中指手前に折り曲げたら親指で右側ビクッとしましょう。交互呼吸法を行います。左側から息を吸ってください。1、2、3、4。薬指で左として親指開きます。右から吐いて1、2、3、4。右から吸って1、2、3、4。指を入れ替えて左吐いて1、2、3、4。左から吸って1、2、3、4。入れ替えて右側吐いて1、2、3、4。右から吸って1、2、3、4。入れ替えて左吐いて1、2、3、4。左吸って1、2、3、4。入れ替えて右吐いて1、2、3、4。右吸って1、2、3、4。入れ替えて左吐いていきましょう。1、2、3、4。手を下に下ろします。自然呼吸です。はい、ゆっくり目を開けてください。
では四つん這いになっていきます。では肩幅、足は腰幅に開いてください。中指真ん中で、指の間は均等に開きます。では息を吐きながら腰背中をぐーっと丸めます。水を打ち上げて首の後ろを長く伸ばしてください。息を吸いながらお腹を下げて、頭と尻を上、胸の前、喉を開いていきましょう。繰り返しです。吐いて腰、背中をぐっと丸めます。一本一本の背骨を伸ばしていきます。吸いましょう。お腹を下げて、頭とお尻を上の方向に。吐きましょう。腰、背中をぐっと丸めてください。キープしていきます。吸います。お腹下げて、頭とお尻を上、吐きましょう。腰、背中をぐっと丸めてください。では、両膝を真ん中に寄せます。かかとも落として、お尻をかかとの方に下ろしましょう。両手前で胸を下ろしましょう。おでこついていきます。脇の下を伸ばします。手首じりじりと前の方に伸ばしてみてください。一度軽く顔を上げて、右手手前に曲げます。左手右斜め前の方向にずらして、左の尻ぐーっと斜め後ろ、左後ろに引いていきます。で、顔は少し右側向いて、左の体側を伸ばしましょう。ゆっくりと呼吸続けてください。反対いきます。左手手前で、右手は左斜め前に下ろします。お尻は少し右の方にずらしましょう。右脇下を伸ばします。深く呼吸続けてください。はい、戻ります。吸います。手首をほぐします。指先手前にして、手首を外にじんわりほぐしましょう。余裕があれば胸を少し後ろに引いていきます。きつい場合は少し手首を上に上げてみてください。無理のないところで行っていきます。はい、離して、こんな手の甲下です。手首の外側じんわり伸びるのを感じてください。はい、ちょっと起こします。そしたら、両肩を上げて回しましょう。前から後ろに回してください。反対です。後ろから前に回してみましょう。はい、では後ろで5本の指を組んで肘を伸ばします。手の甲を左右に引っ張り合いをします。で、少し上げ下げもしてみましょう。で、上げてキープします。はい、ほどいてください。さあ、両手を前についてまた四つん這いです。足指立てたらダウンドッグ入ります。目線膝の間見ていきましょう。交互に膝を曲げていきます。かかとをマットの方に下ろします。両方のくばと上げて軽く膝を曲げます。お尻上に突き上げてください。腕の中心、腰の中心からマットを押すイメージです。かかとを下ろせる場合は、ゆっくりと下ろしてみましょう。キープします。
はい、前を向いて、マットの中心まで歩きます。足腰幅で、息を吸って、胸を斜め上に引き上げます。吐いて、股関節から深く上体、前に倒しましょう。首の後ろ、長く伸ばしていきます。背中丸くゆっくり起き上がってください。頭最後です。上体を起こしていきましょう。上まで戻ったら、呼吸を整えてください。はい。では、対話礼拝を行います。マットの前の方、足を揃えてお立ちください。はい、では左右2セットを行っていきます。では始めていきます。息吸って両手を左右から上に上げて、頭の上で手を合わせてください。吐きながら股関節から深く前に上体を下ろしていきます。首の後ろ長く伸ばしていきましょう。息を吸って右足を大きく一歩後ろです。両手指先だけ突き、前方を見てください。両手のひらついて、左足後ろです。プランクで縦の形に入りましょう。吐きながら両膝をついて、後ろで前に曲げて胸、顎を下ろしていきます。で、お腹を胸を引き上げて、肩、肘、後ろです。腰上げてラウンド3に入っていきましょう。目線、膝の間見ていきます。手足均等にマットを押してください。戻ります。前を向いて吸って、右足、手の間、一歩前踏み込みます。左足前です。吐いて、前屈に入っていきましょう。息吸って、両手を左右から上に上げて、手を合わせます。吐いて、手を左右に下ろしてください。反対に回す。吸って、両手を高く上げます。吐いて、深く前屈に入ってください。吸って、左足を大きく一歩後ろで、指先だけ隙間、前方を見ましょう。両手のひらついて、右足後ろプランクです。相手膝をついて、以上手前です。胸を下ろして、吸ってお腹を胸を引き上げます。肩肘後ろ。腰上げて7の6に入りましょう。指の腹でマットをし続けてください。肩周り柔らかく保ちます。戻ります。前を向いて、吸って左足一歩前に、右足前です。吐いて、前屈です。息吸って両手を左右から上に上げて手を合わせます。吐いて手を左右下ろしてください。もうワンセットいきましょう。吸って両手を高く上げていきます。吐いて深く前屈に入りましょう。吸って右足を大きく一歩後ろで指先だけ隙間寸法を見ましょう。手のひらついて、左足後ろです。プランクです。相手ひらをついて、手順で前に曲げて、胸、顎を下ろしましょう。吸って、お腹を胸を引き上げます。肩肘を後ろに引いていきましょう。呼吸を整えてください。前を向いて吸って、右足一歩前、大きく出して。左足前です。吐いて、前屈です。息吸って両手を左右から上に上げて手を合わせます。吐いて手を左右下ろしてください。ラスト吸って両手を高く上げましょう。吐いて前屈に入ります。吸って左足を大きく一歩後ろで両手指先だけつきます。手のひらついて右足後ろプランクです。吐いて膝をついて。で上手前に曲げて胸、顎を下ろします。吸って、お腹、胸を引き上げ、押し上げて、ラウンド6に入ってください。ピタッと止まります。深い呼吸を続けてください。では、前を向いて、吸って、左足、一歩前、大きく出します。右足を前に戻して、前屈になりましょう。息を吸って両手を左右から上に上げて手を合わせます。吐いて手を左右下ろしてください。呼吸を整えていきます。はい、
では真ん中前です。左右に足を大きく広げてください。はい。そしたら両方のつま先も軽く開いて両手を腰に添えていきます。両膝をゆっくりと曲げていきます。下ろせるところまで下ろしていきましょう。かかとの内側に体重を乗せます。ゆっくりと伸ばしてください。戻るときもゆっくりと行います。繰り返します。ゆっくりと曲げてください。ゆっくりと伸ばします。ラストゆっくりと曲げれるところまで深く曲げてください。はい、ゆっくりと伸ばしていきましょう。そしたら左のつま先を内側で、右のつま先を真っ外です。膝を伸ばしたまま、右の方に体を傾けていきます。背骨まっすぐのままバランスとっていきましょう。戻します。吸って、持ち上げます。吐いて、右側にゆっくりと倒していきます。肩、首、力抜きます。はい、戻してください。吸います。両手を左右に広げて、ねじります。内側、外側。肩の付け根からねじってください。手のひら上に向けて、肘から下を下に向けていきます。目線、右手の方を見ましょう。吐きながら、右膝をかかとの上まで曲げます。ウォリアーズ、選手のポーズ、2のポーズです。キープです。後ろのかかとの外を強くしましょう。はい、伸ばします。左手背中に回して、右手を上げます。吸います。お腹の前、伸ばしていきましょう。吐きながら、右手を遠くに伸ばして、足首の方を持っていきます。背中から左手を上に上げて、その指先を見ていきましょう。キープしていきます。首は柔らかく保ってください。そしたら下の手、足首を持って膝をゆっくりかかとの上まで曲げます。上の手を耳の横に伸ばしましょう。脇下から上を見ます。ピタッと止まってください。はい、両手を起こします。切り替えます。反対側。右のつま先は外で、左のつま先は外で、右のつま先は内側です。じゃあ、両手を左右に広げてください。で、ねじります。一個飛びましたね。はい、一旦腰に添えて、そのまま膝、両膝伸ばしたまま、少し体を傾けていきます。足を良くしましょう。戻して、吸って、持ち上げます。吐いて、傾けます。右のかかとの外を強く保ちましょう。はい、戻します。両手を左右に広げて、目線左手の方を見ていきます。吐きながら膝を曲げていきましょう。ぐーっとかかとの上まで曲げていきます。深く曲げましょう。足指は力を抜いていきます。はい、伸ばして、右手を背中に、左手を前から上に上げます。脇の下を伸ばしていきます。吐きながら、股関節から前、手は足首の方を持ちます。反対の手、背中から上に上げていきましょう。その指先を見ていきます。胸周り、肩周り、柔らかく保ってください。
はい、下を向いて軽く、膝を曲げていきます。足首を持ったまま曲げて、上の手耳の横に伸ばしましょう。キープします。ちょっと止まります。はい、下を向いて吸って胸から起き上がりましょう。足を真ん中に寄せて閉じていきましょう。はい、ただ朝の山のポーズに入っています。呼吸を整えましょう。お座りください。では、長座になりましょう。足をマットの長い方に向かって伸ばしてください。ではお尻の横につき、足の甲をピンと伸ばしたり、かかとを突き出したりを繰り返しましょう。はい、グッとかかとを突き出していきます。では手を前から上に高く上げてください。吸います。吐きながら股関節から少しずつ前、途中で止まってください。まだ余裕があるところ、膝回ってもいいです。でそのまま両手を足首か足の裏持ちます。吸って胸を上げます。吐きながらゆっくりと上体前に倒しましょう。胸から降りていきます。お尻は後ろに引いて胸を前に伸ばしてください。はい、息を吸って上体を起こしましょう。右膝を曲げていきます。両手組んで足の裏に手をかけましょう。上に上げていきます。まず軽く膝を曲げてください。さあ余裕があれば膝の裏を伸ばしたり、手前に引いてください。足の甲を伸ばせたら伸ばしていきます。キープしましょう。軽く緩めて、左手は右足の小指側を持ってください。右足を少し左の方に寄せていきます。右手を上に上げてください。吐きながら大きく右手を後ろに開いて、目線右手の方を見ていきます。胸から後ろに開いていきましょう。はい、顔、手を正面戻して、右膝を曲げて足の甲を左の足の外に持っていきます。膝を真ん中に寄せて両手前につきます。そこでキープでもいいし、余裕があれば上体を前に倒していきます。後ろもぎゅっと真ん中に寄せていこうとしてください。吸って起き上がりましょう。足入れ替えます。右足を伸ばして左足を折り曲げます。両手を組んで足の裏にかけましょう。そしたら足を上げて、軽くまず膝を曲げた状態でキープします。伸ばせるところまで伸ばしたり、左に肘を横に引いて手前に引き寄せてみます。お尻の付け根でしっかりとマットをしてください。はい、少し緩めて右手で足の小指側を持ちます。少し左足を右に寄せます。左手を上に上げます。引きながら大きく手を後ろに開いて、目線左手の方を見てください。根から開いていきます。はい、前にも戻して手を下ろします。膝を折り曲げて足の甲を外に出していきます。両膝を真ん中に寄せるようにして両手を前方、そのまま吐きながら前屈していきましょう。胸から降りていきます。腰、背中、力を抜いていきましょう。両方の内ももぎゅっと中心に寄せるようにしてみてください。
はい、起き上がります。今、座席で左側いて足の裏を合わせます。両手組んで足の先にかけましょう。背骨を伸ばします。吐きながら股関節から上体、前に倒しましょう。胸から降りていきます。首、肩、背中、力を抜いてください。丁寧に呼吸を続けてください。はい、起き上がります。吸います。はい、足を前伸ばしてブラブラさせます。はい、仰向けで転がりましょう。頭元の内側です。手足を楽に広げてください。背中がゆったりとさせましょう。どこにも力が入らない状態を作ります。では、両膝を抱えてください。太ももとお腹を引き寄せていきます。首、肩の力を抜いてください。横に少し揺らしていきましょう。止まります。手足を上に上げてバタバタと揺らします。はい、止まります。足上に上げて、手は体側に伸ばしていきます。ゆっくり足を股に下ろしてください。下まで降りたら、シャバーサナに入っていきましょう。必要であれば上に何かかけます。手足軽く開いて、手のひら上で目を閉じてください。はい、ではゆっくりと手足の指を動かして体の方に意識を戻していきましょう。両膝を立てて右側下で横向きに寝転がってください。背中丸くもう少しリラックスしていきましょう。両手をついて頭最後です。ゆっくり起き上がってきてください。お座りください。始めのようにお座りください。かかとを中心前後に並べます。はい、両手のひら上です。軽く親指
人差し指を結びましょう。目を閉じます。もう一度呼吸に意識を戻してください。初めと今の違いを感じ取っていきましょう。では手を合わせます。胸の前で合掌していきましょう。少し心の中で唱えます。今日も一日健康で幸せでありますように。今日こうして予防を実践する時間を持てたことを感謝します。以上で本日の朝のオンラインヨガ終了します。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上となります。